エリン・ヘザートンは、アメリカ合衆国出身の女性ファッションモデル。アメリカ合衆国入りのイシ州クックグスコーキーにて、育ち、ユダヤ人の通学学校であるサロモニ・シェヒター、デスクールとナイルスノースハイスクールに通った。フロリダ州マイアミのサウスビーチでバケーション中に、見出され、最終的にマリリニエージェンシーと契約した。ヘザートンのモデルとしてのキャリアの始まりは、 ニューヨーク市でダイアン・フォン・ファステンバーグのファッションショーの舞台を歩いたことであり、それ以来、トミー・ヒル・フィガー、オスカー・デラ、レンタ、シャッツ・チェンラその他数多くである。ヘザートンは、ラ・レ・プブリカ、グラツヤ、ベルベット、ミューズの表紙を飾った。ヘザートンは、ビクトリア・ズ・シークレットのウェブサイトに登場して、現在は、ビクトリア・ズ・シークレット・エンジェルズの一員である。 ヘザートンは2008年、2009年、2010年、2011年のビクトリアズ・シークレット・ファッションショーの舞台を歩いた。2010年ビクトリアズ・シークレット・スイム・カタログとボディ・バイ・ビクトリア・キャンペーンで注目すべきモデルだった。2012年11月3日、俳優のレオナルド・ディカプリオと破局した。ありがとうございます。